ラッチャチャ,ラララララチチャ橋 TV みなさんこんにちはこんにちは三橋 TV のお時間ですキャスターは私サヤト三橋高明です三橋先生今日は今日はね日本を凋落させた三つの主義というのを お話し,したいんです、はい、あのー、基本的に世界に対するアプローチ問題解決のアプローチってこの2つに分かれるんですね一つはユートピアニズムで一つはリアリズムですとでこのリアリズムの方がいやいやいやそんなこと言ってもこうなってるじゃないかという形のタイトル対立アメリカの大統領選挙もろこれだったんだけどサヤ、はい、さんが最近 非常に懸念されているリリベラリズムこれユートピアニズムですね。そうですね、はい、人間とはこうあるべきだ。あるいは人権はこれだけ守られなくちゃいけないとかですね。そう女性は差別されてはならないんだ。まあそれはそうなんだけど。それはそ,そうなんだけど。そ,なんそうやって社会を壊していくのあれ多分発祥はあれなんじゃない、えー、?1990 年代に、えー、冷戦が終わりましたでしょ。 それで共産主義、まあ、ソ連陣営のものすごく頭のいい人たちが次に何やろうかって時にその家族を解体して共同体を壊すっていうようなこのリベラリズム今,今風のね、はい、本来は違ったんだろうけど今風のリベラリズムができてで世界に拡散していって21世紀に入ると例のポリコレポリティカルコレクトネスというのと合わさっちゃって、はい、ちょっとでもいやそんなこと言っても不法,ん不法移民はお帰りいただかなくちゃいけないんじゃないですか人種差別主義者みたいな。<laughs> ポリコレ的なアウトだよ。<laughs> ちょっと待って、不法なんですけど。不法なんですけど、不法いや、不法だろみたいな。<laughs> そんなこと言っても、不法移民でも、不法難民でも、人権は守らなくてゃいけないみたいなね。わ、うん、かるよね。わかるよね。このノリね。はい。これでしょ多分。と、うん、いう繋がりがあるんじゃないかなっていう。だって、ポリティカルコレクトネスって、最初に言い出したのって、レーニンなんだもん。そうなんですね。ポリス、あの、ポリス北京の革命の時に。レーニンだったんだ。政治的、これ、ポリコレってね、ツールなのよ。政治的な。 つまり政治的に正しくないでしょうってやって黙らせるという手法なのよ。知らなかったです。知ら例人がなからだったんです、ね、共産人よ。これこれって。ああびっくりしました、はい。で、こっちの人たちって、はい、やたら言論統制好きなのよね。うん、リベラリズムなんか典型だけど。はい。すぐレイシスト。レイシストとか言って。うんうん、で、あのトランプ、えー、前大統領をツイッターとかフェイスブックから排除したのってこの連中でしょ？ああ確かにそう。いや別にそんな自分の。 説に自信があるんだったらら好きに喋らせいいじゃないかって言うんだけど、うんはい、要は自分たち絶対善だからそれに歯向かうようなリアリズムっていうのはですねあっちゃいけないんですようんでも言ってくるじゃん、はい、しかもなんか議論すると結構強いわけこっちいやまあそんなこと言うんだけどお前ちょっと分かってんの、ね、今の状況って感じでやってくるからムカ、はい、つくわけですよ向こうからしてみたらだから言論統制ですね。うん、なるほど、はい、まあ中国の言論統制とかも

なるほどあ、はい、そっかどっちもイズムですもんねイズム、うんうん、でこれあの英語で言ってもみんな分かんないから財政均衡主義ってわざと書きましたけど<義>日本語でね、はい、この3つですこの3つが日本を凋落させたんです、うんうん、えこれもちろん財務省に基づくあ財務省による緊縮財政市場主義ですね、はいはい、財政は均衡しなくちゃいけないんですと <laughs> プライマリーバランスは黒字化しなくちゃいけないんですと いやいやいや,いやでもこう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 でやるじゃないですかもう肌から聞く耳も持たないよね彼らは目の前でね人が飢えて死んでようが気にしないっていうスタンスですもんね戦争になっても国債は発行しちゃいけないんですえなんで <laughs> 財政は均衡するべきだから <laughs> 誰が君 <laughs> お前は神か神 <laughs> 神か <laughs> いやそんな私に言ったらなんかユートピアニズム言ってる連中全員自分神だと思ってるのよ <laughs> 絶対善なんでしょ多分ねでこれグローバリズムねはいでグローバリズムは 国境を越えて人、物、金、サービスの移動を自由化することが善なんです。 それに歯向かうなんてちょっと頭おかしいんじゃないのみたいな風潮がずっと続いてきたわけです続いてますねあとグローバリズムに反対するようなこと言うといやいやグローバリズムは止められないよとかね、いう人が多かったか、ねはい、あるいはグローバリズムに反対すると鎖国主義者かみたいな <laughs> そんなこと言ってねえだろこっちみたいな、はい、もうね極論で反対するから結局言論統制したいのこの三人って <laughs> この三人,この人 <laughs> なんか具体的に顔が浮かんできそうですけどね前にあの、はい、令和新選組さんの政策は 反グローバリズムで、でリベラリズムですって言ったじゃない。ですかプラス彼らは積極財政だから、反財政均衡主義なんですよ。ほら、三つの軸って言ったでしょ。もう一個リベラルの軸があると。まさにそうなんですよね。ここに照らせば、いろんな政党の主張がちゃんと分かって。分かってきます。もちろん、そのピシピシピシってなってるわけじゃないんだけどもね。例えば、あの支持者の都合上、ちょっと混ぜとくかみたいなとかね。あと、やっぱり、なんかもううるさいから、もうこれに反対すると。 <laughs> はい、財政均衡主義に反対していやいやいや今日本デフレなんだからだから国債を発行して積極財政で国民救うべきでしょって言ったらじゃあ国債を無限に発行できるというのかって言ってくれるんで <laughs> そんなこと一言も言ってないんだろうとだから話聞く気ないでハナからこいつらってグローバリズムもそうですよね、はい、いや、はい、鎖国とねその究極のグローバル化の間って無限のバリエーションがあるんでへへへ日本にちょうどいいグローバル化のポジショニングを探せましょうって言ってるだけなんですはいはい、はい ね、絶対言われますねと討論で見たシーンがたくさんを今思い <laughs> 出されました、ね、すげえ迷惑なんだけどこいつらってここもリリベラリズムもそうでしょだからなんか、えっと、女系天皇はダメですよと、はい、女性天皇は歴史的にあったんだけどとりあえず下と親王殿下がいらっしゃるし旧宮家の皆様にお戻りいただくって形で断系続けることができるじゃないですかって言ったら「それをお前無限にできると保証するのか?」って言われるんで <laughs> そんな感じ「何なんだこいつらと三先生がが保保証証ししななななきゃいけないいいけけ俺でんだ」と。<laughs> あ、そうですよね。女性天皇の役割とかも、なんか女性天皇が今の時代だと結婚してお子様を産むなんて言えないじゃないですかみたいな現実問題を言うと、はい、え、だからあなたたちは中継ぎって言ってるからそういう失礼なんです女性に中継ぎっていうのは <laughs> って言われたりすることはありますね。はい。はい、でも要はね、あこの人たち議論したくないのよ。うん。あげ議論現実との乖離が違うっていうのは分かってるのね。だから嫌なの、ね、ただしここでもう一個重要なこと言わなくちゃいけないんだけど。 これなんかあるべきだろうんだからバカっぽいじゃないですか一見私に言わせたら、はい、バカっぽいんだけど、うん、裏でそれこれによって利益を得る人たちがいるってことです。えー、財政均衡主義は当然財務関僚です。はい。だって財政均衡主義がその,そのあるべきだろうになっちゃってそれがみんなに共有されたら例えばある政治家が あのなんかここの地元に橋をかけたいんで予算を請求してきたときに「すみません財政均衡主義なんでちょっとできないんですよ」って言うじゃないですかする、はい、と政治家は <laughs> いや「そんなこと言わずにただこれは貸しにしといていいから」みたいな感じでですね権力を肥大化させることができるんでですこれによって財務官僚はほんとでもそんなこと言えないから、はい、そのなんか表のねそのいわゆる財務心理教の使徒の皆さんたちに、うん、あの今回もびっくりしたんだけど <laughs> あの。 その例えば国民民主党が103万,10万円を178万円に引き上げます、まあ、基礎控除等だなって言ったら 7. 7点数兆円の減税になるんですよねと言ってるの<え>財務省は。えええい。だってそれによって景気がよくなっちゃってそれは税収増えちゃうからあれ意外と税収上回ってないみたいな話になる可能性もあるわけですよ。なるほど、はい、だから別に国民民主党としては別にそんなのとりあえずいいじゃないかという話なんだけど。 田崎だっけ財源の計算しないで提案するなんてどういうことだっていやちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってあの財源はだから国債なのね国債で支出してそれで我々から取るなって言ってるだけだから財源も何もなくて減税政策の財源って何だよとどっかで増税するか減税政策じゃねえそれあともう国民民主党も気遣って余剰金が10兆円くらいありますよって示したりしてなんとか反発をね 避けよううううっってていまくやってると思う、はい、でもなんか今度ほら地方のじ治首長たちが反対して,るよしてる人たちもいるんだねゲームには。うん、で元鳥取県の知事かな片山さん、はいはい、片山さんがですねもし基礎控除の引き上げとかやったら地方の税収が減るから教育サー,サービスとかができなくなるんだぞみ,てみたいに言うんだけどあれ嘘だからね嘘なんですかだって地方の税収が減ったら地方交付税交付金で穴埋めするだけだもん自動的になりますよ。 そうなんですね。こんにそうなのよ。地方交付金の財源というのは国債もちろん国債。と、うん、あれみんな,なん知らないと思うんだけど、地方の行政あるじゃないですか。これだけのコストがかかります税収はこんだけしかありません。とまあ赤字ですよね。はい。そこ単に地方消費交付金で自動的に埋めるのよ。うん。だから税収減りましたってなったらそこ埋まるの。これあとガソリン税とかあの消費税の話も同じ。 ガソリン税や消費税の減税が行われたら地方の自治体の税収下がるじゃないかって言うんだけどあそれ地方交付税交付金さ面のあ動的あれはなんですね別なのああれは別なのあれは別なのあれは別のあれは別なんあれあれは別なのあれはあれですね、うんはい、ということなのででたらめを言ってですね、うん、それで財政均衡主義を広めてってるんですよ、はいはい、でもその裏には財務官僚の権力ねもちろん天下りの部分もあるんだけどね、はいはい、そういうものがあるんですよとこれは言う分かりやすいですよねもろビジネスですよね ビジネス。うんはい、これ裏多分まあ旧東側陣営の方々といるんですよね。<laughs> 旧東側陣営ですか。<laughs> はい、ああまあだからリベラリズムに関してはなんか何パーセントかは本当に善意の人もいるんだろうな。善意とか多いです。うん、多いと思います、ね。多い,す多いです。間違いなく。<laughs> そうじゃない人たちがいるんだぜ。<laughs> 日本の家族制度を壊して、はい、戸籍制度を壊してそして日本の共同体を破壊するとそこで初めて革命の土壌ってものがですね、はい、生まれるんじゃないんですかみたいな、ねうん、はい、そうですねとか、まあ、そういう人たちがいうはるわけ、はい、でこれを説得しなくちゃいけないんですけどあの裏にいる人たちは絶対説得できないですよ、うんうん、だって自分が利益を得てるのもそれで例えばでしょ、えー「今日本は供給能力が総需要に対して足りません」 デフレギャップですとこれを政府が埋めないとデフレから脱却できませんというといや物価上がってるじゃないかとか言うんだけどいやいやちょっと待ってくださいこれ日本の需給ギャップです内閣府のデータですこっから下があのデフレギャップです需要不足ですとこれすごいよねこれ何時でしょとてつもないあの需要不足になったんだけど、はい、今だって需要不足じゃないですか本当です、ね、だからそれを政府が埋めなさいって言ってるんだけども,でも絶対説得されなくて要は三橋はデフレの定義を切り替えてしまっていると。 物価が上がるのがインフレ、物価が下がるのがデフレじゃないか、今は物価上がってるじゃないかって言うんだけど、デフレーションというのはしぼむって意味だから、はい。もともと需要がしぼむって意味なんですよ。しぼんでるわけですよね。で、うん、だから俺が正しいんです。うん、でも、絶対納得してないですよね。コストプッシュインフレとデマンドプル型インフレの違いは分かってない。分かってない。ちょっと分かりたくないです。分かりたくない。分かりたくない。 はい、でねあの何でしょう要は日本の積極財政をさせたくない、まあ、財務官僚とかね、はいはい、あるいは内閣府の財務省の手下たちねいるんだけど、えー、とそうじゃないよねあのそうじゃない人結構いてそれを説得するにはどうしたらいいのかですよ普通の人、うんうん、あるいはグローバリズムについて言えば例えば日本が総需要がでかくって供給能力足りなくてそれでガチガチの規制あソ連 ソ連経済のように全然生産性向上の投資が起きないと。はい、そこで自由化ですってことで競争を激化させて供給能力を引き上げましょう。これは分かるんですよ。うんうん、今日本で売れだよねと。デフレだよねと、はい。だからなんでグローバリズムが正当化されるのって言ったら、いや、だって自由貿易ですよ。自由だからやるんですよ。倍イ・中平蔵 <laughs> <laughs> 本当に言われたんだん、ね、それ本当ですか本当に言われたよ。自由原さん、TPP は自由貿易なんです。うん 自由だからやるんですで要は言論封殺ですよねそれをやりたがるんですよ本当にこの3社はびっくりするぐらい、はあはあ、議論する気ないからそうだで竹中さんは多分分かった上でやっ,言ってると思う、うん、ほとんどの人は分かんないから、うん、そうだよな自由の方がいいよなうんうんって思っちゃいますもんねあとは分野とかあるじゃん例えば普通の民生品でね大した需要じゃないものはまあいいんですよ、うん、でも農業とか医療とかあとエネルギーとかはい、うんうんうん そういういもものも全部自由にしていいでーすなんてやったら国家が成り立たないですよね、うん、そして勝ち組は圧倒的な勝ち組になって膨大な負け組で世界が社会が分かれていくことにあんまなってるなすけど、はい、だって人類が戦いの歴史って全部水と油の奪い合いい合じゃないですかそう考えるとそこをいかに安定的に供給していくかっていうことだけに集中してくれればいいのに、ね、自由だから自由だから 安く買えるからいいでしょうなんてことやってたら大変なこと今なってますけどね外国から安く買えばいいじゃないかとだいたいあれだよねペルシャ帝国がね、うん、外国を侵略するときにねまずよこせっていうのが水と土をよこせとはあ、それ300の映画が見ましたねあれ映画だからね、えー、<laughs> なんでスリーハンドレッ0の映画のスパルタの兵士たちって裸なんだろうねすぐ死んじゃうよあんな格好だったら <laughs> というわけでですね人間はとかく 自分の考え変え変たがらないんですよねもちろんその裏で分かった上でやってる人たちは絶対変えないです財務官僚が財政均衡主義を捨てることはないですだって自分たちの権力下がっちゃうんだもんはい、はい、でもそうじゃない人たちをどう説得するかで人間って結構ね頑固だよねあの私あの吉田先生という、えー、日米合同委員会の専門家と、はい、その対談を取ってそれを流したわけですその最初にでしょ最初に 例えば財務省が消費税を増税するとかそれは日米合同委員会の指示だとかあるいは行動改革をアメリカから受け入れてるのは日米合同委員会の指示だとかないですよねって確認して吉田先生は彼は日米合同委員会関係のの文書全部確認してるのねそれはとりあえず日米地位協定つまり米軍の日本における地位以外のそういう文章は何も出てないとっ言ってんだけどそれでコメント見てたら。 やっぱ日米合同委員会が日本をコントロールして財務省に緊縮財政をやらせてるんだみたいなそういうコメントで <laughs> <laughs> あっやっぱ思い込みでょっとかいや思ってました <laughs> 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 でもでもああのいわゆる財政法4条があるから、まあ、そっちの方のコントロールはもちろん効いてるんだろうな、まあ、ううと思ってるんですけどもじゃあ日米合同委員会がどうやって財務省に働きかけるかっていう<え>そのルートが示されないと。うん なかなかそ,そうだって言えないですもん示されることありません関係ないからそうなんですねそうなんです。でも要は人間この固ななんだけど特にこの三つねこれを国民の意識変えていかなくちゃいけないわけですよその時にですね財政破綻論が典型だけど、うん、こうデータ突きつけてお前間違ってるぞってやってもダメだというのがわかった、うん、というわけでございましてですねはい,はい、こちらですね三つ足事務の第一巻財政破綻論という洗脳と工法これ同じ方法手法があるでしょ 手法がリベラリズムの洗脳を解く方法であってかつグローバリズムの洗脳を解く方法でもあるんですよ、うん、その手法をですねまとめました、はい、財政当たるの一番分かりやすいから<ー>同じのが使えます他、か別にあの応用相手の気持ちを誘導するというかこの人なんでこんな間違ったこと平気で言えんのかなあなた間違ってますよーって絶対ダメ。<laughs> これねでもまさに三橋先生のここ十何年間かのもうすべての英知を詰,み詰め込んだ内容です、ね、自分の今までの資本の否定なんだけどね <laughs> なるほど第一章 <laughs> 財政破綻論者は改善するのか第二章事実ではなくて感情に訴えかける第三章同期するの第四章人を動かすにはどうしたらいいのかこれをですねあのリリースしておりますのでぜひ皆さんこちらご視聴いただきたいと 思うんですけど、あの女性とうまい関係を作るのも結構似てて。私も今これ読んでて <laughs> <laughs> ごん。ごめんなさい。なんか、あ、キャバクラ嬢の心得みたいな。キャバクラの心得。なんか、そういう、あの、銀座のクラブのママさんの心得みたいな。 の、ちょっと感じましたね。役だよ、そういう人たちを口説く男はどうするべきかですよ。ああ、でも、やってるんじゃないこれ。あの、女性の方は。そう、や、感情に訴えかけるとか。お店の、お姉さんもたちはやってますよ。はい。はい。やってる。男性はそれわかんないわけ。だ、男性に、おすすめかもしれない。そう、男性のすすめ。だから、例えば、さやさんが悩みを打ち明けるじゃないですか?。私にね。はい。それ、私はね、あ、昔の私ね。昔の私ね。あ、じゃ、それ、こういうふうに、こう、こう、こうすればいいんじゃないの?。 とかこう解決策をアドバイスするんだけどそんなもの求めてないんだよね実はねどうでしょう、はい、<laughs> 話聞い,てい,いだけなんでしょそういうパターン多いかもしれないです、ねうん、そうだよね<ー>いや分かるよ優しさ悪くないよって言ったらなんか落ち着くわけですよねそこでアドバイスされると切れるわけ女性っていうの、ん、は <laughs> 男はアドバイスするんですよ確かにで例えば相手が間違ってたらその事実を突きつけるわけですよそれでは相手は動かない人は動かないんだよ もう山本五十六並みになってきてると思うんですけど人は動かじっていう言葉ね昔から同じだよさせてみてどうのこうのってあるじゃないですかあれは男性動かす話です私はだからとりあえず間違いを相手の間違いを正す方法をねここでやってるのはでそこで事実突きつけてもよくないというわけで感情に訴えなくちゃいけないんでじゃあどうしたらいいのかっていうのはちょっとここでちんと説明しておりますんで危険だわこれえなんでなんでなんで何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 でで何で何 こちら、えー、お買い物目、ね、いただいて自分の人生が相当楽になると思うよ、うん、だってほら正しいこと言ってなんであいつ変えてくんないんだろうって思っちゃうじゃないですかそれ自分も辛いよねで変わらんもんなんですよで変える方法もあるんだよという事実を知ってください、まあ、はっきり言うとこれねあの要はカルト宗教にはまっちゃった人を洗脳を解く方法でもあるんですよ実はそのまんまだっていうのが後で分かった。はあ、はい あ,あ,あなたは間違ってますよまでですあのあの教祖言ってること間違ってるしあなたは不幸になってるだけでしょう。ダメだってことだこれと。うん、これでダメだ、うん、ということで皆さん、えー、まあ人の、まあ、特に人を動かす特に人の意見を変えるためにはどうしたらいいのかというのを本コンテンツで学んでいただければとお申し上げでございますねはいいつも三橋 TV をご視聴いただきありがとうございます、えー、この度三橋貴昭の公式 LINE をスタートいたしました 限定コンテンツの配信などを行っておりますので、ぜひ登録してください。登録は QR コードや概要欄の URL からお願いいたします。